ではよろしく。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速昨日の発表でですね、劇文がくじ切りを超えました。パワーが超えましたというのを超えたので、はい、もうそのままくじ切りなしで今日は入っていってみたいと思います。びじょびじょモーションの皆様おはようございます。では早速お呼び出しをさせていただきます。みっちゃん先生対代表西よしこ。おお。はい、では次いきます。みっちゃん先生対代表梅木さつき。おお。私のパソコンだけしか聞こえない気がするんですが、私も聞こえない。あ、私も聞こえないです。戻ってらっしゃいましたね。いきます。はい、ありがとうございます。西よしこ。おお。アラム社隊、ケケブー。我々の敵のアラム社隊は仁義にかけるあて姿。命をかけて出陣のかけた命を妙に勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上。おー、大門賞ありがとうございます。では次行かせていただきます。みっちゃん先生対代表松尾京子。おー、混合体激文、我々無敵の混合体は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐり、勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ましょう。先生隊代表ボメキヨシコ。おお。龍神隊激文、我々無敵の龍神隊は親方様の命のもと、血刀下げて切り込めば骨は砕けて肉は飛び、攻めて攻めて攻め抜いてなってみせます日本一以上。おー、会いましょう。お願いします。三沢世代代表三沢ゆか。おー、混合体激文、我々無敵の混合体は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙もうもうと並ぶ豪傑よりすぐり、勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上。おー、みっちゃん先生隊代表松岡ゆり。おー、抜刀隊激文、我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊、大和魂貫いて取って取って取って取り抜いて勝ってみせます日本一以上。おー、みっちゃん先生隊代表水上美希子。混合体激文、我々無敵の混合体は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐり、勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上。おー、みっちゃん先生隊代表しえちゃん。おー、みミュートです、すみません。ふわふわおちょこちょいなんで大丈夫です、お願いします。みっちゃん先生隊代表しえちゃん。おー、おー、みっちゃん先生隊激文、風吹け波あれよ、我々無敵の神風隊は
るし、アシュラのごとく戦って、赤い強く向こう傷、勝って、勝ち抜いて、取ってみせます。日本一以上。ありがとうございました。みーちゃん先生対代表愛優子秩父よりです。どうぞ。あ、ミュートです。先生ミュートだ。はい、爆笑大激分我々的な突撃隊は敵陣深く切り込んで秩父区受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取り抜いて勝ってみせます。日本一以上。あー、秩父七分です。よーす、ありがとうございます。感謝してます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。代表ハスミー。みっちゃん先生対激分風よ吹け波あれよ。我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、アシュラのごとく戦って赤い血を吹く向こう傷、勝って勝ち抜いて取ってみせます。日本一以上。おーみっちゃん先生隊代表八重津秀美。ミュートじゃないんですけども、なんか聞こえないですよね。なんだろうな。あ、じゃあいいですよ。口パクで。もう全然いいです。はい、抜刀隊激分我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取り抜いて勝ってみせます。日本一以上。みっちゃん先生対代表柴崎博文。はやぶさ隊激分我々無敵のはやぶさ隊は親方様をお守りし名誉にかけて突き進み血の一滴の枯れるまで攻めて攻め抜いて絶対なります。日本一以上。私、どなたか抜かしてしまった方いらっしゃいますか？大丈夫でしょうかね。はい、では、今日パソコンでご参加の方いらっしゃいますか？お別れの儀を読んでいた。あ、梅木さん。私、携帯から。携帯ですか？はい。パソコンの方いらっしゃいますか？今ちょっと画面共有しますので、よかったら、あれですね、読んでいただければと思います。何でしたっけ？はい。いきます。多分これで見えると思うんですけども。見えますでしょうか？はい、見えます。はい、じゃあ、みんなで、ね、今日は行きましょう。はい、行きます。りっちゃん先生。はい。まだ激文言ってないです、私。行きます。はい。みっちゃん先生対代表、梅木さつき。はやぶさ隊激分我々無敵のはやぶさ隊は親方様をお守りし名誉にかけて突き進み血の一滴の枯れるまで攻めて攻め抜いて絶対なります。日本一以上。みんなで読んで終わりにしたいと思います。はい、お願いします。いきます。
別れの日、別れの日、この大役を果たし、感動の胸に、ふるさとへ帰らん、帰らん、いつまた、いつまた、また会えることを願い、一度、勝ち時、えい、えい、えい、おー、えい、えい、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございました。